はい、今回なんですけども、業績好調な銘柄5銘柄紹介していきたいと思います。いずれにおいても決算で第1クォーターの進捗率が非常に高かったものをピックアップしております。決算っていうのは1年に4回出るんですけども、その一番最初の決算からいきなりいい数字を出した会社っていうのは、その後も引き続き強い数字を出しますし、情報修正の可能性も秘めているという、その期待値で株価上がりやすいという特徴があるので、ぜひ押さえておいていただければなと思います。で、その中には売られすぎている銘柄 銘銘柄柄ととかか次世代の成長株になり得るような柄とか、まあ、ますとということでまず一つ目の銘柄、アーシックスですね。こちらすごい株が上昇したんですけれども、ア、ま、ー、あ、シックスといえば大手のシューズメーカーですね。で、一区からいきなり情報修正を出しておりますということですね。これが実際の第一クォーターですけれども、5月13日に決算発表してまして、売上24%プラスの最終利益は黒字転換で100億着地しているという感じですね。まあ 本当にこの2019年ぶりの利益出してきたなっていう感じですね。 で決算説明資料を見ると中華圏欧州を中心に主にパフォーマンスランニングが好調に推移したというふうに書かれているのでこれの影響で大幅に売り上げ利益伸びてきているということですね素晴らしいそしてチャートなんですけれどもこの決算発表を受けてやはり僕もこれ見た時にあすごい数字出てきたなと思ってそこからもうすぐに株価上昇しているとでその後もずっとこうやっぱりまた情報修正期待とかその辺りとか、まあ、非常にやっぱり強いよね 業績いいよねっていうそこの期待値でこう引き続き買われてきているっていうような状況ですね。 次の銘柄はエバラ実業ですね。こちらは第1クォーター時点で通期の進捗率99%ですね。基本的に進捗率って第1クォーターの時点では25%ですね。第2クォーターで50%、第3クォーターで75%で第4クォーターで100%っていうのが基本的なんですけど、もうすでに第1クォーター時点で会社の見通しに対してほぼほぼ99%、まあ、100%近く達成しているということで素晴らしい進捗率ですね。で、そんな第1クォーターなんですけども5月11日に発表しておりまして売上高27%。 7%プラスの最終利益93%プラスということでこの四半期ごとで見てもこの27億着地はないですね素晴らしいでこの会社なんですけども環境保全メーカーということで川とか湖とか地下水とかそういったところから水を取る設備とかそれ以外にも家庭用とか事業所などに水を供給する排水設備をやってますなのでそういった全ての設備機器とか装置の設計 施工メンテナンスとか、もう総合的なところになっているという感じですね。で、環境関連っていうところで、ここも伸びてるんですけど、コロナウイルスになって、その感染症対策製品の増加によって、前年同期比141%増ですね。素晴らしいですね。で、この水処理関連、ここも結構業績が伸びていまして、 上下水道設備の更新案件の増加ですね。ここが寄与して売上伸びてますと。素晴らしいですね。なのでこれ四半期ごとのセグメントの売上ですね。を見ていくとすごいわかるんですけど、第一クォーター確かにこう季節性があって、基本的に毎年毎年第一クォーターこれ強いっていうのがこれ見たらわかるんですけど、まあそれにしても環境関連も非常にこう伸びてきていると。 いうことも合わさって第一クォーターからいきなり進捗率パ素晴らしいですね。で、その計算を受けてすぐに株価上昇しておりますと。まあ、最近ちょっと下がってきてるんですけど、いずれにしてもやっぱり強い数字出してきてるんで、かなり期待値は高いかなと思いますね。まあこの長いチャート2020年から見ても,もうずっと伸びてるんで、まあネクスト成長株って言ってもいいぐらい今非常にこのあたりのこういう水系が結構面白いっていう感じですね。次の銘柄なんですけれどもセレスです。こちらは進捗率7%。 71%ですねでこの会社はポイントサイトのモッピーを運営している会社ですね。モッピー聞いたことある人も多いかもしれないですね。ポイ活っていうそのポイントを貯めるみたいなので結構有名なサイトですね。で広告需要の増加とともにポイントメディアが好調になっていると。でこのモッピーで貯めたポイントとかっていうのを電子マネーとかギフト券に変えたり。 あるいは銀行振り込みしたりとかそういうのもできますね。そんなセレスの第1クォーターなんですけれども売上40%プラス最終利益4.4倍と素晴らしい数字叩き出してきております。で、セグメント別の売上ですね。ここを見てもしっかりこの一番本業のポイントメディア事業これが伸びてます。前年同期で40%プラスとこれ素晴らしいですね。まあというところでやっぱりしっかりちゃんと本業を伸ばしてきてるっていうのはいいなって思いますね。で、ポイントメディアについてということで先ほども説明 したんですけどこのモッピー経由でいろんなところでポイントもらえてそのもらったポイントをまあ、銀行振込だったりギフト券だったりこうう電子マネーだったりまあ、買えれますよっていうそういう,ようなサービスですねということでこのなかなか強い数字第1クォーターからいきなりすごい数字出してるにもかかわらずこうちょっとチャート的には売られてるなって いう感じですね、もう決算は素直に反応してこう11日から12日にかけて出来高も増えて株価上昇してるんですけど、まあ、売られてしまってるっていう感じなんでまあこれもタイミング見て入ったら面白いんじゃないかなと思いますね、まあ、下落トレンド中につかむのはやっぱり危険なんですけどこう週足とかで見てこうね上がりだしたら こう乗ったら面白いなと思いますね。やっぱり週足ベースぐらいで見ておいた方がいいとは思いますが、落ちスト入れておいてチェックしておいたら非常に面白いんじゃないかなと思いますね。 次の銘柄ですけれども、ローランドですね。こちらの会社は電子ピアノとかシンセサイザーとか、電子楽器製品販売してるところですね。で、第1クォーターの実績ですけれども、売上56%プラスの最終利益5.2倍。すごいですね。営業利益ベースでも4.2倍ということで、もう楽器が売れて仕方ないっていう感じですよね。で、まあなぜここまで楽器売れてるのかというのはもう皆さんご存知の通りコロナウイルスになりまして、ステイホーム。 なってで、家でみんな楽器を弾くということで電子楽器の需要が増加していいるみたいですねでこの第1クォーター絶好調でしたと、で、第2クォーターも調子はいいんですけど、この積み上げた在庫が当初の想定以上の速さで消化しているということで、ここ辺りでちょっとこう部品の供給とかですね、供給の制約となる見込みですと、 っていうところから、需要はあるんだけれども、それに対して製造のスピードとか、そのあたりが追いつかないと。で、こう、原材料の確保ですね。このあたりが難しい可能性があるというふうには書かれてはいますが、やっぱり需要は引き続き強いという感じで、結構面白いですね。で、チャートの方なんですけれども、こんな感じですね。非常に右肩上がり。まあ、これだけ強いファンダメンタルだったら、まあ、このチャートも納得だなっていうところで、まあ、決算を受けて、素直に反応して、ストップ高しているという感じですね。 引き続き強い需要が見込まれるので、なかなか面白い銘柄じゃないかなと思います。そして最後の銘柄ですけれども、バイセルですね。こちらは進捗率第1クォーターの時点で40%という状況ですね。この会社は出張買取が中心ですね。リユース商材の買取販売。で、高額品とかシニア向けが強みですと。で、第1クォーターの決算ですね。 5月14日に出しておりますけれども、売り上げが78%プラス、そして最終利益は4.5倍ということで、なかなか強い数字を叩き出してきている状況ですね。で、こちら、決算説明資料なんですけれども、緊急事態宣言の影響に出張訪問数は前年同期比で減少はしていると。なんですけど、減少してるけれども、その訪問した時の買い取り量を増やしたり、 B2C の方をですね、そっちに販売の注力したりと、ということで売上増加しておりますよということですね。で、これ、決算単身の方ですね。これ、結構面白いなと思ったんですけれども、この2018年時点のデータで、顕在化しているリユース市場規模、これが約2.2兆円。まあ、なかなかすごいですね。で、この市場規模が2025年には約3.3兆円規模に拡大すると予想されておりますということで、まあ、なかなか楽しみだなって思いますね。 まあ本当にこの3兆規模とかそれぐらいのレベルで成長するところで今売上まだ250億円程度なんでまあそう考えれば今後の余地は全然あるかなって思いますねそしてバイセルのチャートなんですけどもこちらのようになっておりますこの5月14日の決算発表を受けてからちょっとこう覚醒しているっていう感じですねやっぱり今後の需要とか訪問回数少ないけれどもなんとか売上増えているってことを考えればまあコロナ前の世界戻って で、出張買取増えればまあ、その分また売上乗ってくるんじゃないかっていう。期待値とかがこうチャートに現れてるのかなと思いますね。自価総額も600億円ぐらいでで成長率とか見るとまあ、78%ってかなりすごい数字なんで。まあネクスト成長株って言ってもおかしくはないようなファンダメンタルはしているなと思いますね。 はい。ということで、今回の面白そうな5銘柄まとめなんですけれども、こんな感じになっております。アシックスが進捗率134%で、エバラ実業が進捗率99%そしてセレスが進捗率71%で、ローランドが進捗率43%バイセルが進捗率40%という感じですね。まあ、冒頭にも言ったように、やっぱりこう、工業席のところって、叱るべきタイミングで絶対買いが入ってくるんで,で、特に 一区からなかなか強い数字出すっていうことは、会社の中に何か変化が起こってるとか、周りの環境が変わってるとか、そういうことで、何らかしらのイノベーションが起きないと、第一クォーターからいきなり強い数字ってまず出ないんで、こういったところは非常に狙い目なんで、戦略としても全然面白いっていう感じなんで、一区とか二区ぐらいで強いものを出したところはやっぱ狙い目なんで、積極的にウォッチリスト入れておいて、チャート下がったところで買うと、 まあなんだかんだで結局戻ってくるっていうパターンが多いんで、ぜひチェックしておいていただければなというふうに思います。まあもちろんこの第1クォーターの決算ありきでこの評価なんで、まあ引き続き2区3区っていうのは見ていきたいかなと思います。で、今回この分析とかに使ったのがマネクス証券の銘柄スカウターってやつなんですけど、それも概要欄貼っておくので気になる方はぜひここで作っていただければなと思います。はい、今後この株式投資の情報をどんどん発信していきますね。気になる方はチャンネル登録よろしくお願いします。以上。